どうも、原田です。本日は、完売間近のレザージャケットがありますので、簡単に紹介していこうかなと思います。まあ、ここ最近はレザージャケット、ちらほら、動きがあるんですが、こちらはね、特に、個人的にもおすすめで、サイズがあればぜひっていうアイテムですので、今回ピックアップで紹介していこうかなと思います。まあ、ちょっとね、人体の方がね、ヴィンテージなんで、どうしても形が悪いので、前がね、閉まらないんですけども、まあ、画像なんかと一緒にね、合わせて紹介していこうと思います。早速なんですけども、こちら、30年代のスポーツジャケットをベースにした、まあ、モデルとなっております。まあ、一応ですね、70年代のデザインと、まあ、30年代のこう縫製仕様なんかをこう融合したモデルとなっております。まあ、見た目もね、結構落ち着いてますし、なんかエロさがあるというか、こう着用するだけでも雰囲気増す一着なんじゃないかなと思います。で、革の方なんですけども、1.3 ミリ厚のフルベジタブルタンニンなめし、4サイド、今革となります。まあ、一応下地がですね、茶色で染められた茶色の革となっております。まあ、素揚げでね、仕上げていますので、この革のナチュラルな風合いとか、こう個性をね、楽しめる一着かなと思います。まあ、ちなみに、この素揚げって、こう、色をね、乗せる染色が均一じゃないので、まあ、こう、ヴィンテージのようなね、ムラ感っていうのもね、出ているのがポイントかなと思います。まあ、最初からこう、ムラ感がありますのでね、ほんと雰囲気は抜群かなと思います。で、これ茶色のね、色もかなり、個人的にはおすすめですね。結構黒の革ジャン買う人が多いので、たまにはね、こういう感じの色の革ジャンも着込むことで経年変化っていうのも面白いので、チェックしていただきたいと思います。で、仕様の方も簡単に紹介しますと、フロントはですね、ジップですね。一応、ハトメのジップを採用しております。で、ポケットの方はボールチェーン仕様ですかね。で、カフスはね、ボタン止めとなっております。で、ちょっとね、面白いのが、この襟裏、ここの裏の部分ですね。裏の部分が1枚生地を当てた変わった仕様となっております。バックスタイルは、肩にアクションプリーツが入っていまして、この腕のね、部分にもプリーツが入っております。まあね、さらにこう、腕のね、可動域が楽になる仕様となります。まあ、裏地の方は着用しやすいコットン 100% の素材を採用しております。まだね、少し肌寒いんですけども、まあ、だんだんね、気温も暖かくなってきますので、T シャツにこういう、バチッとレザージャケット着れるシーズンが来ますので、サイズが合う方はぜひチェックしていただければと。思います。まあ、今回も簡単に紹介してきました。よろしくお願いいたします。まあ、他レザージャケットなんかもね、オンラインショップに掲載してますので、まあ、ご不明な点なんかはお気軽にお問い合わせいただければと思います。以上です。